すごいことか。いやだから喋りたいこといっぱいあったんですよ。あ、じゃあなんか2つぐらいいいっすよ。2つぐらい、はい、あ、そうなんですよ。あの2月の26日オーディション終わった日の夜、みくるさんのインスタのストーリー、新たに始まる物語みたいな俺の後ろ姿のストーリー写真上げてたじゃないですか。あれって何ですか、伏線？いや、あの画像をいただいただけです。たまたま？たまたまです。なそうなんですか。俺そんな小田一郎さんみたいな伏線の張り方しないです。いや本当に伏線だと思ったんですよ。あのいろんな選手がいて、いろんなシーンがあって、でなんで俺なのかなと思って、俺の後ろ姿たまたまもらった写真だったって。ああ、そうなんです。本当にそれだけです。なんかカリスマ性があるのかな。みくるさんになんか見破られてたのかな。見破られてたってなんか自己肯定感高すぎでしょ。結構マジで。あの日ぶっ倒れただけですからね。言ったら。そうですね。病院に運ばれて。うん、第5回なんか7月。あ、で7月17日に決定します。まだ応募は準備できてないんで、応募の環境がしっかり整ってから、あのメイン動画でしっかり告知したいなと思ってるんですけど、まあ、今回女子も一回応募してみようかなと思ったり、いろんな挑戦していくんで、また次も盛り上がるんじゃないかなと思うんですけど、ね、で、5回大会も出たいですか？そうですね、5回大会出たい。まあでもね、本当にこの間のブレイキングダウンでめっちゃ人気出てた人でも出れるか分かんないぐらい多分狭き門になりますよ。次もめちゃめちゃ届いてるんで、出たいっていう人はやっぱ人生大きく変わるし、すごい注目度なわけじゃん。地上波超えるぐらいの注目度じゃん、下手な。うん、だってオーディションだけで1500万再生いってるし、で本編も600万再生超えてる、うん、本当すごいすごい視聴率なんで、いろんな応募来ると思うんで、結構なんか別の爪痕残していかないと。ああ、これもうなんか次やりたい人がいるんですよ。誰なんですか？あの、あ、結構真面目なんですけど、そのリンダマンとやりたくて。リンダマン？はい、リンダマンってあの林太郎弓。あ、そうです、はい、本物のクローズの、はい、でそのクローズの映画に出てたその実際の俳優さんを呼んでいただいて、その人にそのリンダマンのコスプレをしてもらって、あ、そいつとやりたい。 でもその人絶対出てこない。で煽り V とかも本当になんかクローズの映画みたいに作って、そしたらなんか面白そうかなと。憧れすぎ、マジで憧れすぎ。それは面白いけど、発想としてはでもあっちのブランディングが落ちるから、もし負けようものならリンダマンが負けたっつって。それは絶対やらないと思いますよ。リンダマンみたいな人を用意することはできるかも、ね、負けないといけないですからね、作品に。そうなら、もし次出るとしたら学ランで出てくるってことですね。学ラン、学ラン、いや俺もコスプレしないといけない。それはそうっす。それマジっすか。住人2期から源氏になりたい男。学ランだったからも悪いですよ、別に試合。ああ、そうなんですか。次はこの気で、まあ、練習して挑もうかな。まあ、あと2ヶ月ぐらいでどうも変わんないですけどね、正直。やった方がいいっちゃった方がいいですから、はい、ということでね、じゃあ、 あの伝説の10対1の喧嘩を見せてもらいましょう。早速どんな感じなのか。いや、やばいっすよ、10人は。10人は俺でも至難の技よ、今の俺だったら。でも本当に素手で本気出していいんだったら、うん、ワンチャンいけるかもしれないけど、本気出して本当に一人一人失神させていくような気持ちで、でもこの状況でマジできついと思うよ。10人ってもう壁を背にしろっていう。ああ、はい、それでも 3,4 人に囲まれるわけだから。そうだね、3人ぐらいが来るわけだから。その通りよ。どのぐらいのやっぱ戦いのセンスがあるか分かりますね。真ん中に行ったらおしまいだと思うよ、後ろからも前からも。確かに、まあ、違うの人には軽くやってくださいとは言ってあるんで。ああ、さすがにね。本当にやるのかも気になるしね。でもやりそうな感じでしたね。じゃあ入ってください、皆さん。滝谷源氏ですよ。滝谷源氏、仙台の滝谷源氏。背高いっすね。背何センチっすか？178。うわー、ゾロ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 。うわー、怖いって。うわー、ブレイキングダウンで約1分でいきますよ。あんまり軽くでお願いします。あ、いただきます。めっちゃ小さくなっちゃった。マジか、じゃなくて。すごい
十二二期、十二二期マジかじゃなくて。まあまあそうなるわな。あれ？誰かもう一人。一人欲しいっすよ。いや無理これはね、まあ、検証結果こうなりますよ。なります、なります、うん、もう一回やってみる。いや、楽しく待ってる。40秒、あと40秒あります。40秒あら、こうやってくるの。波みたいに終わり。30秒今回10秒したかったよね。こうなりますよね。なりますね、うん、間違いなく。実際ニクルがやっても本当そんぐらいな感じだと思うから、うん、俺でやってみます。一発当てていいですか。本当にあ、こう打ち抜いてくる。じゃあ行きましょう。レディーファイト。めちゃめちゃ疲れたでしょ。どうでした？一発カモ入れたし。ミケルどうでした？いけない。やばい。いけない。マスが。いけない。マスしかない。頑張らない。あと気合やばい。吐きが。いけないです。あれ？まあ。2期。2期。そうなります。どうでした？すごいっす。なんか。面白いですね。そうですね。そんな感じですよ。だから証明されちゃった。証明されちゃった。銃に相手に勝つっていうのはなかなか難しいっすよ。本当に相当よ。まだ弾がマジで痛い。誰かが一発弾が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 20秒持たないと、はい、いうことが分かりました。まあ、仙台からわざわざ来てもらってね。でも今からあの喧嘩島、彼らとやりますんで。どこの喧嘩島なんですか、皆さん。渋谷です。渋谷の喧嘩島。まあ、でも何人か強い人いらんぞ。じゃあやっていきますんで。鈴木大輔さんの方でも動画1本撮りますんで、会話の方から見てください。じゃあ、こんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。